日本鹿児島県鹿児島市近世町近世町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町木屋町、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町近世町、鹿児島県鹿児島ふげげ町近世町。郵便番号は892-0828。人口は41人、世帯数は20世帯。 1965年より近世町の全域で住居表示を実施している。島津市77万国の鹿児島城の城下町に形成された商業地である。町域の西部には法歴元年にこの地で五福省として創業した百貨店である山形屋を中心に商店街があり、東部には鹿児島銀行をはじめとする金融機関が立ち並ぶ。 鹿児島市の中部、城山の麓に位置する。町域の北方には、山下町、名山町、南方には、大国町、西方には、中町、東方には、泉町がそれぞれ接している。町域の北端を東西に朝日通りと呼ばれる国道58号が、通り、中央部を路面電車である、鹿児島市電が、南北に通っている。金星町内にある、 鹿児島市電の電停としては、伊豆老通電停、朝日通電停がある。電車通りを中心に西側は、百貨店である山形や、納屋通り商店街となっており、東側は、鹿児島銀行をはじめとする金融機関が立ち並ぶ。江戸時代の後期までの金世町は、木屋町と称しており、鹿児島城下下町のうちであった。鹿児島城の南に位置する町屋敷であり、 中町と共に商店街を形成していた。宝歴元年に山形屋が五福商として創業し、安政元年には菓子製造業である赤石屋が近世町にて創業した。昭徳3年に町屋敷410件町屋1872件を消失する大火が発生した。文政年間になり、第25代薩摩藩主。 島津茂秀が下町で大火が多発したことから、水戸の木町を金町に解消したことに習って、木屋町を金星町に解消することを幕府に願い出て、文政12年春に幕府の許可を受け、木屋町は金星町に解消した。1879年に第147銀行が設立され、本店を金星町に置いた。第147銀行は、 現在の鹿児島銀行の前進にあたる。1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、 4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの近世町は、鹿児島市の町、近世町となった。1914年に、鹿児島電気軌道が、路面電車を町内に付設し、伊豆路通電停朝日通電停、近世町電停が設置された。 金星町伝停は1943年に廃止されている。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1965年7月20日に中央地域の住居表示が実施され、金星町の全域で住居表示が実施された。 山形屋一号館江戸時代より中町と共に、鹿児島城下の商店街を形成していた。宝暦元年に山形屋が五福商として創業し、安政元年には菓子製造業である赤石屋が金星町にて創業した。明治初期の金星町で営まれていた商業種別としては、小間物、単物、洋物、製魚仲買い、製魚、鰹節があった。 また金星町、中町、五福町の山町で、鹿児島城下の商業全個数の84%を占める状態であった。1924年の統計によると70件余りの商店が金星町で商売を営んでおり、町内全体の個数に対して、ほとんどが商店で商業区域であった。山形や山形屋は、法歴元年に、 薩摩藩の許可を得て、木屋町に五副省として創業した。1903年に、これまでの座売式から進歩的な陳列式に転換し、注目を浴びたという。1916年には、現在の山形や一号館にあたる、ルネサンス建築様式の鉄筋鉄骨の店舗を建設し、関西伊勢では、初となる、鉄筋コンクリート作りの百貨店となった。 1917年になると、山形屋五福店は株式会社化し、株式会社山形屋五福店となった。1937年に株式会社山形屋に改称した。1990年に発刊された、鹿児島市次第四巻によると、山形屋は、鹿児島県最大手の百貨店であり、2020年現在では、鹿児島県唯一の百貨店である。 1879年に株式会社第147銀行、1896年に合名会社黒松銀行、1914年には株式会社鹿児島近県貯蓄銀行が設立された。また、都市部に所在する銀行の鹿児島支店も設置され、1920年には第15銀行の鹿児島支店、1925年には、 安田銀行鹿児島支店が近世町で営業を開始した。株式会社第147銀行は1944年に鹿児島銀行、鹿児島貯蓄銀行を合併し、鹿児島工業銀行となり、1952年に株式会社鹿児島銀行となった。鹿児島銀行は全国地方銀行協会の会員である第一地方銀行であり、 鹿児島県最大手の金融機関である。2016年に帝国データバンクが行った調査によると、鹿児島県の企業の取引銀行の5割のシェアを占めており、鹿児島県内のトップであった。金星町の人口の推移は以下の通りである。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 1967年頃の伊豆路電停近生、町バス停に集中する路線バス町域の中央部を、鹿児島駅から鹿児島中央駅方面、谷山方面を結ぶ鹿児島市電が通っており、電車停留所が2カ所設置されている。また、北端を東西に国道58号が通っている。国道58号は、鹿児島市山下町の西郷高森銅像前、 交差点から、種子島の西の表市、奄美大島の奄美市を経て、沖縄県那覇市に至る国道である。鹿児島市内の区間は、朝日通りと呼ばれている。近世町には、近世町バス停及び近世町バス停がある。鹿児島市交通局、鹿児島交通、JR 九州バス、南国交通が、鹿児島空港や南札、北札方面など、鹿児島県内の、 各方面にバス路線を運行している。かつては山形屋敷地内にバスセンターが存在しており、鹿児島県のバスの拠点となっていたが、2015年8月末をもって廃止された。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。